はい、田村です。で6月10日午前中、まあ、といいますか早朝の作業で、フルーツ小麦の、わずかに、ね、倒れているところの手直しを、やってきました。フルーツ小麦は、まあ、試験栽培中、まあ、10年前以上ですね、1R で、90キロ取れました。ただその時もメリットデメリットありまして、倒伏しやすい、これがねかなり、印象的だったというか、注意しなければいけない小麦だなっていうのが、今でも思いながら作業して、作業というかね管理作業しております。こういった感じで、穂がすごく重いんですよね。多種品種なので、黒いあのこういう紐マイカー線 ビニール線で茎を、ここにまとめて、倒れているもの同士でまとめて、一足にしてですね、まとめて、お互いで支え合いながら倒れないように緩めに、でも緩め、ほどけない感じで、こうやって、いっぱいいっぱい作って、くくっております。コンバイン狩りはおそらくね、あと2週間ぐらいしたら、刈り時になると思いますので、それまでしっかり立ってねもらって、でぐらっとね倒れたまんまですと病気になったりとかねしますので、はい、なるべくというか、しっかり倒れる前にこのように、倒伏防止というか、ぐらっとなってるところを手直ししているような状態です。はい、試験栽培中もやっぱり厚く巻いたりとかするとね、本当にべったり倒れる品種ですので、上間は65センチから70センチ、かなり広く取ってます。広く取ってるんですけども、このように茎がねすごく、茎の本数が、すごくわっと旺盛に、生育する品種ですので、うん、70センチ開けててももうちょっと狭いかもしれないなーって持ってます。ただ70センチにすると株元にしっかり土を寄せることができますので、うん、いいかなと。これが、上管をね広げるワックスの、長さというかね広さなのかなと。風でかなり揺れますけども、4月茎立ってきて、まあ膝ぐらいまで、なってきたら1回、あとは、5月の15、18日ぐらい、取水期が終わったあたりですかねにもう1回、土寄せを行いました。はい、ということで、収穫間近です。頑張ります。